イングリッシュ多くの先端に形成された玉鉢の一種の虫コブ。ケヤキの葉についたケヤキフシアブラムシの虫コブ。割った中にオレンジ色の虫からだと露出の綿が見える栗の枝に発生した栗玉鉢の虫コブ。玉肺の仲間によって形成されたハマナスの虫コブ虫コブは植物組織が異常な発達を起こしてできるコブ状の突起のこと。中英ともいい。 英語かな読みのゴールが使われることもある。それらは、様々な寄生生物の寄生によって、植物体が異常な成長をすることで形成される。虫こぶと呼ばれるものは歯に見られるほか、藻類の茎や樹木の細枝、花や果実などに見られることもある。その名の通りに、昆虫の寄生によって形成されるものが多いが、何や線虫によるものや、菌類によるもの、細菌によるものもある。 それらは、その原因によって、ダニエイやキンエイ、最近なら、クラウンゴールなどと呼び分けることもあるが、すべてまとめて、虫コブという場合も多い。ゴールという語はそれらすべてに適用される。植物以外にも適用される例もあり、例えば、パラシテラというカビはキ煙の毛カビに寄生するが、その際に、菌糸の付着部分が膨れるのも、ゴールと呼ぶ。数少ない虫昆布の図鑑として、 日本原食中へ図鑑がある。その原因となった昆虫により、虫コブ自体に、節という名前が付けられている。チ目の玉鉢の仲間や早めの玉への仲間、貝殻虫などが、産卵管を植物体に差し込み、内部に卵を産む。卵の状態ではそれほど目立たない虫コブも、幼虫、サナギと成長していくうちに大きく膨れ上がり色づいて、立派な虫コブとなる。 またたび、虫こぶかの断面。虫こぶは時には、果樹などにもできる。外虫として作物に寄生する昆虫が虫こぶを作る、ものの場合、表面に昆虫が露出していないので駆除がしづらい。さらに病気を持ち込むこともあり、玉鉢や玉苗は、厄介な外虫として君臨している。役に立つ例もある。多くやぬるゲの虫こぶにはニンが豊富に含まれるため、それぞれ比較のなめし材や、 おハグロの材料として用いられた。またたび酒と呼ばれるものの原料は、またたびの成果ではなく、またたびミたまばえによる、またたび膨れ節という虫こぶとなった果実である。ありがとうございます。